ぷよぷよ。私とやるのかん。どうだ行くぞ。覚悟はいいか <laughs> それで本気か。ディザスター、ジャガーノート、カタストロフ、カタクリズム、アセンション、レジスト。私とやるのか手加減はしない。<laughs> さあん。愚かな。そんな、バカなは <laughs> ありゃあ。ふよぷよ。ふーん。願い事の叶う優勝のメダルか。お前が勝手に喋っていただけだ。気になるな。 その優勝のメダル。いただいてみるか。お前から奪うのもありなんだろほう。プヨ勝負か。望むところだふーん。角のある娘か。そういうのもここにいるんだな。当然だ。サタン様だからな。お前の仲間はここにいないのかふん。<laughs> 大それたことを言うやつだな。まあいい。退屈していたところだ。相手になってほしいかお兄様 ちょっと、ムズムズするがお前が勝つとは思えないからいいか。よかろうその時は好きなだけお兄様と呼べサタン様だが、どうかしたか。似てるこのサタン様に似た奴がいるのかうーん。探してやろうか私は何でも見通せる。そいつが持っていたものはあるかそうか。では、そいつが触れたものはお前の手か。 その手をこちらにおかしいな何も見えない探し物はすべて見えるはずなのに残念だねそう簡単には優勝できないなサタン様さ一途なお嬢ちゃん甘いこのサタン様が甘いだと笑わせてくれるお嬢ちゃんだな大人ぶってないぞ明らかにお前より大人だ運命かそんなものもあるが簡単に操れるおいおい 私は生きてるぞ。こんなところにいたのか、アルル。みんなもちろん元気さ。アルル、心配したぞ。おー。今日は嫌に素直だな。ならば、ここで羽ムーンとしゃれ込むか。<laughs> あんなことや、こんなことも楽しんでいくのだ。夢が叶うぞうん。断るならば、プヨ地獄に落ちてもらおう。さっきの話は聞かせてもらった。アルルを迎えに行く前に、 貴様にお仕置きだ。アルルは逃げない。今までだって逃げたことはない。大体なんでサタン様から逃げる必要があるのだ嫌い嫌いは好きのうち。うるさい貴様は思ったことをすぐ口にしすぎるのだ不よ地獄で反省しろ貴様がいるんだ。いて当然だ。<laughs> そうか、アルルめ。サタン様をこっそりハネムーンに招いたのか。 サタン様とハニーのドライブ用の乗り物代わりかな。静かないい街だ。貴様の好きな小鳥もいる。一緒に楽しもう。おいおい、サタン様はそのプヨ地獄のボスなんだぜ。やれるものならやってみな <laughs> ここにアルルがいる。私にはわかる。おじさんお前今、私に言ったのかサタン様だ。 ここのガキは言葉を知らんな。フィアンセだ。フィアンセとは、結婚を約束した相手だってことだ。星空の羽根ムーンをする相手ということだ何度言ったらわかる。おじさんではないお前なんか、プヨ地獄行きだんお前も角があるのかあいにく、私はお前のお兄様ではない。残念だが、諦めろ。一体私を誰だと思ってるんだ却下 お前もプヨ地獄行きだな,なんだこいつはししあっちへ行けんフィアンセなら私だっているぞなぜ今一緒にいないのかうんそれはだな私は心が広いだからあいつを自由にさせてやってるのだ女心はほっときすぎると戻ってこない <laughs> 貴様は私に説教するのか許さん お前も深い、プヨ地獄行きだルル、お前も来てたのか悪いが、一足先に戻ってほしい。私はおそらく、ここでアルルと出会う。だから、星空の羽、ムーンをしてから帰るのだ邪魔するならルル、悪いがお前も、プヨ地獄行きだコスプレだとよく見ろ本物だいない方がいいという気持ちが、そう思わせるだけだ。お生き様、今、おじさんと言ったな。まっ ここのガキは、どいつもこいつもしつけがなってないよーし。このサタン様が、プヨ地獄でみっちりしつけてやるサタン様だ。土星のサターンのことかそれとは違う。それは、地獄のサタだ。いい加減にしろプヨ地獄に送ってやるんお前、その赤い目と赤い左手はどうしたそうか。 まあ、わからないなら、その方がいい。お前、自分を半分どこかに置いてきたようだな。普通はできない。ここには変なガキしかいないのか。お前もプヨ地獄にしばらく行ってこいアルル。カーバンクルも一緒だな。必ずお前に会えると思ったぞ。優勝したら、お待ちかねの星空の晴れムーンだ。カーバンクルも喜んでいるぞ。相変わらずテレ屋さんだな、アルル。そこが可愛いが。 素直にサタン様の胸に飛び込めランでブーは楽しいぞいつまでも意地を張るな一緒に星空を飛び越え、あっちへ帰ろう相変わらず釣れないセリフだな。仕方ない。プヨ地獄でちょっぴり、お仕置きだお前がここの学校の先生かここの生徒はどいつもこいつもなってないぞ全員、私の学校で合宿だ鍛え直してやるえ、何合宿 私の願い事はそうなっちゃったのアルルとの星空の羽根ムーンで、<laughs> あんなことよ、<laughs> こんなこと。<laughs> あああのガキたちのおかげで私の楽しみが